思議の国のアリノスハウスっていうね、このアリの観察キットをね、始めて、4ヶ月、5月に始めて、5、6、7、8、9、4ヶ月経ったね、アリさんたちの様子の、まあ、これ、女王いない巣なんだけど、この、今、めっちゃ元気。みんなで4ヶ月経った今、めちゃめちゃ元気でさ、ここのね、お部屋、まあ、餌場にしてるんだけど、ここはね、俺が勝手につけたとこなんだけど、増設したところなんだけど、ゼリーをね、あえて埋めちゃう。この子たちは面白くて、いろんな今、アリ飼ってるんだけどさ、女王いないコロニーがここ、まあ、コロニーというか巣がここだけで、一番最初に始めて、このキットでアリに興味を持って、いろんなアリをね、女王を手に入れて、今コロニー作ってる、最中の、まあ、順調には行ってるんだよね。で、ここだけ、女王がいないアリさんたちだからさ、ちょっと逃がしてあげようかなと思ったの。ぶっちゃけ。かわいそうじゃん。だって、たださ、一回人間に捕まって、人間に飼われたからさ、人間の匂いっていうか、これ、同じ巣の場所で戻しても殺されちゃうんじゃないかなと思って、そう考えたらすごい怖くてね、逃がせなかったんだよね。だから、もう最後まで飼うことにして、この子たちがみんな、ね、お星様になるまで、最後まで飼おうと思ってさ、うん。今飼育してるんだけど、4ヶ月経った今でもめちゃめちゃ元気でみんな。見て、すごい元気でしょ？もうゼリーもね、すごい、もう食べるとね、すぐ埋めちゃうんだよね。ゼリー。ゼリー、基本的に、プロテインゼリーとかさ、こういう果物ゼリーとか大好き。あと、あれだ、蜜だね。メイプルシロップとか。すごい好きで。まあ、幼虫とかいないからさ、肉餌とかはいらないんだけど、こう、蜜系の、あと水だよね。水もこう、土が乾いてきたら水入れて。で、下の方も巣の形も最初の方と全然違うでしょ、これ。最終的にこうなったんだよね。いろんな形になって、どん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 なんか変わっていったんだけど、これで落ち着いて、これから変わってない。ずっと。で、この子たち、毎日何してるか、もっとアップで、ちょっと待って、iPhone で。女王がいないからさ、この、ね、この子たちの巣はさ、女王がいないから、毎日アリさんたち何すんのかなと思ったらね、まあ、それぞれ、なんつうのかな、遊んでるっていうか、穴掘ってる子もいれば、ぼーっとしてる子もいるし、腹減って、こう、ゼリー食いに来てる子もいれば、何もしないで、ただ上の方でね、止まってる子たちも いて、まあ、喧嘩もせずにね、仲良く暮らしてるんだよね。いや、どうなるか不安だったんだけど、女王がいないからさ、すぐ死んじゃうのかなと思ったんだけどさ、やっぱ女王がお腹パンパンでしょ、ほら。蜜、ゼリー食べまくってお腹パンパンになってんだよね。節と節の間がこう。めっちゃ栄養とってて。かわいいね。この子たちが一番最初に飼ったアリさんだからさ、元気に育ててくれて嬉しいんだよね。みんななんか、やっぱあれだよね、アリにも個性があるというか、なんていうか、あんまり動かない子もいればさ、常にすげえ動いてる子もいるし、みんななんか個性があって楽しいよね。上にこう、上にずっといる子もいればさ、餌場にいる子もいるし、ずっと同じアリなんだよね。まあ、大きさとかで見分けつくから、大抵でかいやつもいればちっちゃいやつもいるからさ。で、4ヶ月経った今すごい元気で、このまま冬こう、れそうな気がすぐ死んじゃうと思ったら、本当に女王がいないから。でもしょうがない、捕まえて入れたからさ、途中で逃がしたら死んじゃうかなと思って、ちょ、わかんないけどね、逃がしても大丈夫なのかもしれないけど、ちょ、最後までね、責任持って飼育してあげようと思ってさ、このアリさん、黒大アリさんたちね、これ一番最初に飼育したアリさんたちだから思い入れもすごいあるし、穴もね、ちょ、掘って、すげえ、穴の形変わんなくなったような思うな、ほんと。すごい、4ヶ月経った今、みんな元気、ほんと。みんな、どんどん死ぬと思ったんだけど、全然もう、すごい元気で食欲もあるし、アリさんたちが、女王がいればな、もっと仲間増えるんだけどな。ごめんな、女王は、これ初めての巣だったからね。捕まえられなかったんだよな。まあ、こっから俺のアリの人生が始まったから、君たちが一番最初のアリなんだよ。俺の人生の初アリたち。
初アリたちだからね、なんかやっぱ思い入れがすごいあるよね。だからとりあえずあの4ヶ月経った今でもこう元気ですよということで、またあの冬越せるかな、もしかしたら。いや冬越えできたら嬉しいよね。冬を越えれたら子供たちも女王がいないコロニーで冬越えしたいなと思いますということでね、今更もう逃がせもしないので、うん、かわいい、いやすごいかわいいね、やっぱね、アリサはね、見てるだけで癒されれば。ということで、あの4ヶ月目の不思議の国のアリノスでした。ゼリー取り替えてあげないとな。ゼリー埋めるんだよね、ほんとね。葉に、あの、シロップとかも埋めるんだよね、こうやって。なんでだろうな、吸った後すぐ埋めるんだよね。入れたらみんな吸いに来てね。あの、その後全部埋めちゃうの、こうやって。ここのアリだけなんだよな、やるの。まあ、他のアリ、土ないからだと思うけど、土やったら他のアリたちもやるんかな。ちょっとそこはちょっとわかんないけどね。おー、いい感じだね。やっぱ土ある方がアリって感じがするわ。今、石膏巣で飼ってるから、みんな。石膏巣じゃない、あの、胸垢大アリは石膏巣じゃないけど。で、こういう土っていうか、こういうので飼う方がやっぱアリって感じがして、観察楽しいかもしれない。これ土の巣も作ってみようかな。石膏巣だけじゃなくてオリジナルのね、それでなんかアリ飼ってみるのも楽しいかも。それではまた次回ね、次またなんか動きがあったらみんなに報告しようと思いますので、とりあえず4ヶ月目のアリさんたちでした。こんな感じで元気で育ってくれてるから、うん、このままね順調に来年の夏まで生きててほしいな。いやーすごい楽しいだね。